い。まだあと2週あるんですよね。でも響のダンスすごかったな。直接見たわけじゃないんですけど、響が踊り出した瞬間に会場の空気がガラッと変わったって感じでした。僕その雰囲気に飲まれちゃいそうでしたよ。審査員もみんな響に注目してたし、あれほどのダンスができるアイドルってほとんどいないと思います。うわぁ、その言い方はどうかと。必殺技か。その言い方気に入ったぞ。響、今日はお疲れ様。誠もお疲れ。ねえねえ、自分と戦ってみてどうだった？勝てる気しない？うん、僕むしろ闘志がガンガン湧いてきてるよ。そっか、安心したぞ。自分の完璧なダンス見て誠がやる気なくしてたらがっかりだったからな。誠のダンスも良かったぞ。でも勝つのは自分だからね。じゃ、バイバイ。もちろんですよ。響の凄さを直接体験して怖いって思いました。体が震えちゃいそうでした。なのに響と一緒にもっと踊っていたいっていう気持ち、どんどん高まってきてるんです。怖いのにワクワクしてるっていうか、うまく言葉で表せないな。とにかく今までに味わったことがないような気持ちで。なるほど、そうか、そうですよね。僕楽しいんだ。いえ、違いますよ、プロデューサー。僕の夢は、僕も響もファンのみんなも楽しむことができるステージです。でも今日ファンのみんなは響だけを見てました。だから次は僕の方も見てもらわなきゃ。僕もみんなを楽しませられるようにしなきゃ。僕と響とファンと会場が一体になるような、そんなステージにしたい。はい、僕勝ちたい。あれだけすごい響に勝ちたいです。あ、プロデューサー。はい、バッチリ見えてますよ。以前は響のダンスに全然ついていけないっていうイメージしか浮かばなかったんですけど、最近はそんなことなくて、響と一緒に踊っているのを思い浮かべることが楽しくて。そうですね、きっとできるって自分を信じます。そんなの納得できないよ。黒いプロの黒い社長と響ですね。なんだか揉めてるみたいだけど。響ちゃんが納得するしないは問題ではないよ。これが勝つための万全の方法なんだ。自分はそんな勝ち方したくないぞ。君はまだこの世界のことについて知らないんだ。私の言うことに従っていればいいんだ。そうかもしれないけど、やっぱできないよ。自分はもっとちゃんと。ストップ。どうやら私たちの話を盗み聞きしている薄汚い連中がいるようだよ。え、まことと生子プロ。君たちには関係ないよ。いちいち私たちに干渉してこないでくれないかな。そういえば響ちゃん、インタビューでそこにいる菊池がライバルだと答えたそうだな。うん。過ぎたことはしょうがないが、今後は二度とそんなことを言ってはいけない。クロイプロとナムコプロでは格が違うのだ。ナムコプロをライバルなどと言ったら、逆にクロイプロの名前が汚れてしまうからね。
では私は失礼しよう。響ちゃん、さっきの話よく考えておくことだ。君の勝利のためにね。あ、黒井社長、行っちゃった。黒井社長、アイドルアルティメイト本戦なのに響の近くで応援もしようとしないなんてちょっとひどくないか。客席に行っただけだよ。黒井社長はオーディションも本番も付き添わない主義だから。響、黒井社長に何を言われたの？なんでもない。誠たちは気にしなくていいぞ。何言ってるんだよ。なんでもないようには見えなかったよ。なんでもないったらなんでもないんだ。響、今は人の心配なんかしてる時じゃないぞ。誠、アイドルアルティメイトで勝つのは一人なんだからな。自分は誠と正々堂々勝負して絶対に勝つんだ。絶対に。じゃあ本番で。なんだかこれまでの響と違って余裕がないように見えましたね。アイドルアルティメイトに集中ってことですね。今は前だけを向いて頑張ります。